皆さんこんにちは、まみです。なんかお久しぶりのこのアングル。一番当初はですね、最初ここでやってたわけですよ。なんか懐かしくなっちゃいましたね。でもね、まあ今日ちょっとたまたまオーディションがあって、このアングルで撮ってほしいっていうのがあったんで、ビデオオーディションがあるんですよ、ハリウッドでは。でこのアングルでちょっと撮ってたんで、ついでに YouTube も撮ってみました。で、あ、そう、今日のトピックなんですが、なんとですね、ニューサム知事、3ヶ月の外出禁止令を言うかと思ったら、無期限期、無期限期、期限を定めません、無期限ですって、外出禁止令の期限を決めませんって言いました。すごいよね。なんかある意味こう言っちゃったら、もうなんか反感も買わないし、なんかはあ、ある意味勝ちなのかなって思いました、うん、まあもうね、言っても守らないだろうって思って、多分そう言ったんだと思います。先週ですね、金土日月メモリアルウィークエンドがありました。もちろんロサンゼルスはそこいら中ビーチ、そこいら中でパーティーが開かれてしまいました。ソーシャルディスタンスありません。はい、もう笑えないけどさ、もう無理だろうなと思ってる、限界だろうなと思って、みんなが、いやそうだよね、だって限界だよね。でも賢いママはここが違うんですよ。私たまたま運よくですね、犬のお仕事、フリーランスのやつが完全になくなってしまったんですが、ママさんコミュニティからのですねお話で、高級富裕層のパーソナルショッパー、要はグロッサリーとか買い物してお届けするっていうお仕事を2家族させてもらえることになって、週に 2,3 回ぐらいは、そのお仕事をさせてもらっていて、小銭を稼いでいるんですが、そんな富裕層のママさんたちのコメントってちょっと私たちのアイディアになかったんですよ。それがね、もうどうぞ外出禁止令もうみんな破って勝手にやってくださいでママさんたちは言うんですよ、富裕層は。で、え？って思ったんですよ。そしたらもう感染さ、そういう人たちにはもう感染するだけしてもらって、で落ち着いて、あ、安全だなってなった頃に私たちが出てくからって言ったんですよ。 Oh my god、 なんかすげえなと思った。ある意味ちょっと恐怖も感じ、ゾゾッとしました。あ、怖い、お、高級層ってすごい、あ、こなんかセレブってそういう考えなんだと思って、なんか私なんか平民だから、なんか飛び出しちゃうタイプじゃないですか、どちらかというと。でもなんか、あ、セレブってそういう感じなんだ、すげえと思いました。なんでセレブはちゃんと外出し禁止令のを守るそうです。ニューサム知事もね、意地悪で別に言ってるわけじゃなくて、ちゃんとデータを見て状況を持って、またそれが完全に大丈夫になったら解除をしますとかっていうみたいですけど、ひとまずは期限を設けないということみたいです。さあどうなるんでしょう。でもみんなもうね、3ヶ月になるっていう覚悟が、衛生局長のお話でもう出てたんで、みんなわあ3ヶ月どうしようどうしようってパニックになった後だったからかもしれないですけど、意外と無期限ですって言われて、みんなあみたいな、あってなってました。まじ世の中はあってなってましたという感じです。ロサンゼルス無期限さあ私はいつ帰れるんでしょうかという感じで、またロサンゼルスから何か新情報があったらお届けしたいと思います。いいねボタンとチャンネル登録引き続きお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた他の動画でお会いしましょう。 See you! バイバイ。